難しいことは上手くなってから。ゴルフのラウンドでは、14本のクラブの持ち込みが許されています。もちろん、これよりも少ないクラブの本数でプレーすることに問題はありません。プロゴルファーや上級者は、状況に応じて全てのクラブの中から最適なクラブ1本を選択し、意図するスイングでボールを打ちます。当然、各クラブによるボールの弾道や、飛距離は完璧に把握しています。あなたも同様でしょうか。苦手なクラブがあったり、各クラブの飛距離が、日によって違っていたりしませんか。もしそうであるならば、ラウンドで使うクラブを限定してみるのも、スコアアップの方法の一つです。アプローチ用クラブ、9番アイアン、6番アイアン、またはユーティリティ、ドライバーに限定してみるのです。普段の練習場でも、これらのクラブの練習に時間を割きましょう。ラウンドでのドライバーショットの飛距離は、ばらつきがあるでしょうから、あまり気にしない方が良いのです。セカンドショット以降はコースマネージメントに徹して、バンカーを避け、できるだけフェアウェイにボールを運びましょう。飛距離は欲張らず、パー4ホールであれば、確実に3オンできる手段を選びます。例えば、平坦で距離が360ヤードのホールの場合、ドライバーショットが200ヤード。ホールまでの残り距離が、約160ヤードを考えてみます。グリーン周りにガードバンカーが多いときは、9番アイアンで刻み、残りの距離を、アプローチショットで3オンを狙います。グリーン手前に花道が開けているときは、6番アイアン、またはユーティリティでグリーンを狙ってみるのです。ナイスショットでランが出れば、2オンできるでしょうし、2オンできなくても、グリーン周りにボールは止まるでしょう。そこからは、アプローチショットを避け、パターで確実に3オンしましょう。このように、すべてのショットで難しいことを避けるのです。その他のクラブは、スコアが安定して99以下でラウンドできるようになったら、少しずつ状況を見て、チャレンジしてみましょう。また、自分の目標スコアをマイパーとする方法も有効ですから、試してみましょう。一例として、一般的な18ホールのゴルフコースのパー72をマイパー90に設定してみるのです。いわゆるオールボギーのスコアです。各ホールのパーより1打多くて良いので、無理なくラウンドできるはずです。欲張らずに、淡々とゴルフをしてみましょう。思ったより簡単に、90台のスコアが出ますよ。詳しくは Amazon で販売中のロボットスイングゴルフ V1 基本編を購読してください。